カルロス属質。カルテット最終回は 9.8%。 1月スタートの連続ドラマ TBSK カルテット、火曜午後10時の21日最終話の平均視聴率が 9.8%、 関東地区だったことが22日ビデオリサーチの調べで分かった。初回は 9.8%、 第2話は 9.6%、 第3話は 7.8%、 第4話は 7.2%、 第5話は 8.5%、 第6話は 7.3%、 第7話は 8.2%、 第8話は 9.5%、第9話は自己最高の 11.0% だった。同ドラマは、松たか子、39、満島ひかり、31、高橋一生、36、松田龍平、33、の豪華実力派俳優4人による大人のラブストーリー。ドラマ最高の離婚、ウーマンなどを手掛けたヒットメーカー、坂本雄二氏の完全オリジナル作品で、カルテットを組み、冬の軽井沢で共同生活を送ることになった男女の恋模様が描かれた。めんどくさいヤモリの唐揚げレモン論争や繊細なスズメのみぞみぞしてきましたなど、ハイセンスなセリフの掛け合いや、舞台のような濃密なやりとりが、独特の世界観を生み、ネットを中心に高い支持を集めた。視聴率は社会的ブームとなった前クールの逃げ恥ほど高くなかったが、放送終了後にはツイッター上でカルテットロスをつぶやく人が続出するなど、視聴者の記憶に残るドラマとなった。最終話は前話で松たか子が警察に出頭したことでバラバラになったカルテットドーナツホールの1年後を描いた。マキが週刊誌にコロッケデートなどと書かれた記事を見たベック、松田龍平が、ヤモリ、高橋一生、スズメ、満島ひかりにドーナツホールの解散を提案するなど物語は急展開。そして、スズメが預かったバイオリンを返すためにマキを探そうと提案。マキを軽井沢の別荘に連れて帰るシーンでは、高橋が松を後ろからハグしたバックハグが、ネット上で大きな話題となった。